高松北を引っ張るキャプテン成田葵、そして守備の要ショートの森本、高松北の中心を担う2人。実は4月の練習試合で共にアクシデントに襲われました。ピッチャーが投げた球が顔面に当たりました。イレギュラーバウンドが顔面に当たりました。なんと同じ日にレギュラー2人が顔面を骨折。チームに動揺が広がりました。真っ暗な状態でさあ夏までに治ってくれるかどうかという、もうそういう不安がもうバッと湧き上がってきたのを覚えてます。特に重傷だったのがキャプテン成田。病院では夏の大会に間に合わないかもしれないと告げられました。最後の夏を前に訪れた試練。そんな時キャプテンを支えたのはチームメイトの寄せ書きみたいなのをもらったりして、お守りとかもらったりして、まあ、頑張ろうっていう気持ちになりました。早く戻ってきて、みんなで最高の夏にしよう。チームメイトからの言葉がキャプテンを勇気づけました。あの人がおらなダメやなっていう時期が、はい、ありました。最初は不安やなとか思ったんですけど、もう今はおらなもうやっていけんです。一方キャプテンと同じ日に怪我をした森本、これまでもたびたび怪我に悩まされていて、今回のアクシデントに心が折れかけていました。自分の気持ちを誰かに言うってことが苦手だったんですけど、キャプテンなら言うことができて、キャプテンに助けられました。同じ状況だって、一番気持ちも分かってくれる存在だったので打ち明けれました。同じ日に怪我を負った2人、仲間に支えられながらリハビリを続け、2人とも最後の夏に間に合いました。僕の方がちょっとだけ復帰が早かったんで、早く帰ってこいよと思いながら心配しながら待ってました。2人がこう復帰してくれた時はもう本当に涙が出そうなぐらい嬉しかったのを覚えてます。アクシデントを乗り越え、全員で最後の夏に挑みます。秋春悔しい思いをしてるんで、夏は絶対悔いがないように、まあ、今の力を出せるようにしっかり頑張っていきたいです。